表しその外交を担当するもの正式名称は国際連合上中代表。一般に特命全権大使が認じられることが多いことから上記の通称がされる。以下は現在の国連大使の一覧である。任命された都市月日も吹き。オブザーバー参加国2017年2月1日、自転政府間組織その他団体リステッドビローあれ。 representatives from organizations, not sovereign states, described by the United Nations as other entities having received a standing invitation to participate.as observers, in the sessions and the work of the general assembly, and maintaining permanent office, at headquarters,2017 年2月1日時点日本は、 国際連合本部があるアメリカ合衆国、ニューヨークに置かれる国際連合日本政府代表部に上中代表と次席代表の2名の特命全権大使を派遣している。正式には特命全権大使、国際連合日本政府上中代表及び特命全権大使、国際連合日本政府次席代表である。特命全権大使以外に大使、 国際連合日本政府次席代表も派遣されている。国際連合代表部大使は1954年に日本の国際連合加盟に先立って設置され、1956年12月18日の加盟に伴って国際連合代表部の指揮監督を行うようになった。外務省では重責の役職である。また、 国際連合欧州本部等があるスイスジュネーブに置かれる在ジュネーブ国際機関日本政府代表部にも国際連合の専門機関等に対して日本政府を代表する特命全権大使が派遣されているが一般に国連大使といえば国際連合代表部に置かれた大使を指す。上中代表のみを記した。ありがとうございます。